どうも、このまるです。キータロです。今日はクインダム2第9話の感想について話していきます。そうだね、ブブゴル先輩があの予告と大きく違ってね、なんと1位だったね。そうだね。いや、めっちゃ喜ばしいし、あ、なんかすごいやったじゃんってめっちゃ思ったけど、マジであの予告なんだったんってうちらはね、うちら何回もやっとったから。いや本当に、ていうか予告で使われとったシーンほとんど使われてなかったよね、本編で諦めた方がいいかなみたいなさ、諦めようみたいな、なんかそんな言葉もあったに、うん、全くなかったもんね本編。そう、ちょっと車行って話そうみたいなまあでもあれいい意味だったんだろうね、きっとね。もううまいことやってるよね。いやそうだね、映写機も壊れてないしさ、チャンシマン行もなかったしさ、すごいね。なんかうわ、普通に始まったと思ったもん始まるとき、うん、そうそうそう、しれっと仕上がってマジでいやびっくりした。でもさ、ほんとすごい、あれ、ああいうのできるマジエムレだよね。なんかさ、普通1位になってて脱落するかもあるけど、うん、あの編集の仕方なかなか見ないよね。あそこまでえげつないさ、脱落の雰囲気出してくるのエムレぐらいだよと思って、うん、そうだね。え、なんかさ、そういうなんか後ろめたさみたいなないんかなやつらはないんよそうだね、あったら作らんもんね。まあおかげでね、すごいどんでん返しですごかったね、うん、そうだね。てかなんか本当に純粋にブブゴロ先輩1位すごい喜ばしくて嬉しいのに、なんかもうあの予告見たからちょっとだけもやって引っかかって、もうなくていいじゃんあの予告みたいな。確かにすごいよね、うん、いやでもまあよかったね。なんかさ、なんかブブゴル先輩はなんかやっぱドラマがすごいあるよね。そうだね、ドラマチックだね。ね、なんかさ、本人たちも言ってたけどさ、ローリン自体がさ最後のアルバムだと思って出してやったら逆走して、で今回のクイーンダム2も崖っぷちで脱落かもしれないみたいな感じで挑んでたじゃん、そもそも。そう、でも今回1位で、うん、まあすごいすごいよね。うん、いやすごいね。でもステージ良かったもんね。なんかすごい、なんか分からんけど泣けるみたいなさ。まあそれはやっぱあのストーリー性があって、本人たちのことを考えたらっていうのもあるからだけど、でもそう、やっぱなんか泣ける。結構明るめの曲なのに泣けるってすごいよなと思ってさ。あ、そうだね。本当明るいけどどこか切ない感じね。うん、すごかったね。うん、そのもう本当さ、クイーンダム2でブブゴル先輩を見て、なんつうんだろう、そこまで過去とか知らなかったけど、なんかあの映像とかもあったじゃん、ステージでさ、フィルムっぽいやつ。あれ見ただけで本当にグッときたよね。わかる。ね、その逆走する前の最初のさ、何もすることがないんですみたいな、なんか、あんな悲しいことあると思ってさ。うん。ああね、本当何をすればいいんでしょうか、みたいな。あれね、悲しかったね。でも本当に良かったね、1位で。マジで。すごかったね。ね、良かったね、本当に。すごい。そしてなんなら Q シートのさ、選択権までもらえてさ、距離にを1番にするっていうさ、すごいことやってるからさ。そうね。意外と容赦なかったよね。そう。だってさ、ミニョンねとかさ、ヒョリンねにさ、あの一緒にさボーカルやってさ、助けられたみたいなところあるんにさ一番バーンつってそう、一番は結構すぐ忘れるからみんなみたいなえげつない、容赦ないよ、すごいね、勝負師だね。そう、それもだからもうミニョンねはもうそれはそれ、これはこれ、割り切ってるんかもしれんね、うん、そうだね。いや、まあすごい面白いよね。あと今回ステージ2つ、残り2つあったけどさ、まずはイダレのやつじゃん、バタフライ。あれ結構ほんと原曲のままだったね。うん、ね、そうだね。なんか本当に原曲が本当にいいからそのままほぼ編曲してないみたいな言ってたよね。確かにあの曲さ、そのさ、イダレ本人たちがさ言ってる通り、印象に残る曲、いい曲だもんね。確かに、なんかさ、もう本当に予告とかでなんか流れてたじゃん、結構一瞬なんかそのワンフレーズだけですごい耳に残っとって I like a butterfly みたいなウィンウィンもう確かにあのウィンウィンも良かったね。あれなんかマッチョちゃんも言ってたしね。そうそうそう、あのそのさ、ダンサーの人がさ、ウィンウィンでさ、左側右側みたいなさ感じでさ、ウィンウィンしてるの良かったよね。うん、確かに翼はね、ウィンウィンってね。そうそうそう、ウィン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 ってしとったよね。ブメランなんで分かった、ありがとう。分かるよ、だって思ったもんトラボリューごめんごめん、しつこいねあと偉大はさ、あのあれよかったね、クモの巣に捕まるさ、
蝶々みたいな。あーそうだね、あれをよかったね、演出ね。すごいなんか幻想的な感じをめちゃめちゃね綺麗に演出してて、うん、うん、めっちゃよかったね。あとなんか最後のサビ前ぐらいでさ、なんか上からさ人ピョって落ちてさ、そうあれもびっくりした。うん、そうだね、あれなんかってやったもんね。うん、いやそうちゃんとさダンサーさんにキャッチされとったからよかったけどさ、ドキッとしてるね、ちょっと急に落ちるからさ、うん、急にじゃないか。うん、で次ヒョリンネーネ。なんか私ヒョリンネーは結構ね私は好きだったんだけど、今回全体的には1ラウンドの結果もあるからっていうのもあるけど4位でね、残念な感じだったね、うん、そうだね。ねよりよかったよね、なんかストーリー性もあったしさ。あそうそうそう、なんかさなんかやっぱヒョリンネーはさ なんだろうなんかステージングが本当なんかちゃんと分かってる人って感じだよね。ステージを全て作ってるじゃん自分で、ほとんどまあ分からんけどさ、うん、結構ちゃんと自分で提案してる感じするじゃん。うん、そうだよね、だってほらなんならさ小道具とかも自分で買いに行くからさ。お花を床に並べたっていつまで言うこれ。一次ステージの話いつまで言う、来週最終回だよ。てかさあの女の子出てきたじゃん、ファンみたいな子。あヘリムさん。そうあの子さあれないよ、私2話までしか見てないけど、ほらスーパーのさ女の子版女子高生版ガールズバージョンがあるんだけど、それに出とった子なの。あそうなんだ。そうそうそう、1話2話しか私見てないのにすごい目立っとったんよ。うん、あ確かになんかそういうエミネムのシーンみたいなちょっと出とったよね放送中。そうそうすごいね、あの子だってなって、私もすごいよかった。その子もともとでもヒョリンネーのあれだね、なんかちゃんと路上ライブまで来るさ結構ガチファンの方でさ、うん、すごいよかったね。そうだね、ねよかったね。なんかしかもあの子が最初にその演技して、で特に最後の方がなんか最後あれここは何だろうみたいなさ感じの登場の仕方だったじゃん2回目出てきた時は。なんかそのちょっとなんか演技みたいな、なんか表現みたいなところもすごいさ良くてさ。確かに本当、うん、なんか物語っていうかストーリーが見えたもんね。あそうそうそう、すごいやっぱダンサーで表現力ある、高い表現力ある方だなってすごい思った。うんそうね。あとはさこの曲自体めっちゃ良くない？なんかすごい爽やかでさ、まあなんか演出も相まって海感がすごっと思ってさ。そうだね、なんかもうヒョリンネーはさ1次ステージも思ったけどやっぱサマークイーンだよね。うんそうだね、なんか一貫しててでしかも自分の強み分かってるみたいな感じだよね、うん、そうだね、なんかあの夏の常夏のトロピカルな感じとかめちゃくちゃ合うよね。なんか歌声もやっぱ合うしね、なんかそういう爽やかな感じに。そうなん、いやマジ歌やばいよね。いややっぱうまい、うまいってかやばいよね。やばい、すっごい強いと思ったもんマジで。ねなんかもっと上でもいいのにって思ったけどね。ねそうだね、迫力ある、歌で見せることもできるしさ、ステージングのさなんか演出とかもすごいけど。でまあその全部のステージが終わって順位発表になったけどさ、そうでやっぱりさ、まあ、ケプラーちゃんがなんか1位いけるかもみたいなさ思ってたら、えまさかの最下位なん、どういうことと思ってさ。いやそう、いやまさかすぎたよね、マジでびっくりした。えみたいな、みたいな。そうそうそう、なんでなんかね、なんかやっぱ1番目にやるっていうのが現場の中ではまずやっぱりこれは不利なんかなとは思ったかな。うん、そうだね、やっぱそういうケプラちゃんじゃなくてなんか他の要因、その外的要因みたいなのは確かにありそうだよね。だってさなんか、うん、こう YouTube でこのケプラパッて見て見たらめっちゃいいってなるじゃん、うん、でもさ今回の3次ステージの2ラウンド通しで見たらさやっぱ全部良かったじゃん、全アーティスト良かったからさ。うん、いやそうな、そうな、そうで、インパクトあるやつも結構多かったから、まあどうしてもやっぱ不利だよね。うん、改めてね。確かに、あとは結構他のさアーティスト他のグループがさ結構ファンとの絆みたいなさ、結構ファンとみたいなさ曲が多くて、でケイプラちゃんどうしてもさ持ち曲少ないからさしょうがないじゃん、カバーになっちゃったけど、うんうんうん、カバーしたザ・ボーイズはさカバー自体すごい良かったのに、やっぱりそのケイプラちゃんがデビューしたてっていうところで若干不利になったんかなみたいな。うん、そうだね、しょうがないけどしょうがないやつだね。そうだね、どうしてもやっぱ持ち曲も少ないないし仕方ない部分はあったよね。でもなんかさ長い目で見たらさ、このクイーンダム2だけじゃないところで見たら少女時代のカバーやったって結構話題、やっぱ話題だからさ、なんか、うん、後々ケプラーのためにはなるいいステージだったかなって思うよ。うん、確かにそうだね、 YouTube に動画も上がってるしいつでも見れるもんね。そうそうそう、見れて、しかもやっぱ、うん、こんなかっこいいのみたいなさ、なんかいいきっかけになりそうじゃんね、うん、うんうん、そうだね。でもさなんか今回特に事前のさ自分たちで選ぶやつ、あの出演者が選ぶ評価のやつでさ、まあ、あのヒヤヒヤするやつ、うん、まあ、あれもなんか慣れてきたけど若干ヒヤヒヤするけど慣れたんよちょっと結局最後までやったね。ねでさ、
なんかそれで、なんかケプラちゃん一回選ばれたじゃん、格下に。あ、ブブゴル姉さんにか。で、選ばれたけど、なんかさ、やっぱ絶対嫌なのに、すごいなぜか前向きなマシロちゃんとヒカルちゃんが、あの、イルボン、日本人二人がすごい元気にパチパチパチって拍手してて、すごい可愛かったね。確かに。あそこめっちゃ笑えたよね。なんかでも、あれだよね、なんか受け止めて前向きで頑張ろうみたいな感じの姿勢なんだろうね、常に。うん、いや、そうだね。なんかでもそういう姿勢結構さ、うん、ほら、プデ48の時から日本人割と強くなかった。とりあえず頑張ろうみたいな。目の前のこと頑張ろう、ずっとみたいな感じのスタンスの人多いじゃん。うん、確かに確かに。そう、だから例えば、サッホーとかが、サッホーとかが、ネッコ屋の再評価の時に、なんか忘れちゃったけど、すごいとりあえず元気みたいな。なんか、根性あるみたいなさ、そういう感じを感じてたじゃん、トレーナーの方も。確かに、そんなのあったね。だからそういうなんか姿勢がいいんかなって改めて思った。あー、確かにひーちゃんとかもさ、まあ、言うまだ言うひーちゃんとかもさ結構そのチームがまとまってなくて、まあ、さ、いろん韓国と日本と混ざってさ、国も言葉もあんま伝わらない時にひーちゃんが率先して振り覚えてみたいな、みんなに振り移ししてそこでひーちゃん人気になったじゃん。そうだね、できることやってるもんね。そう、やっぱ何かできることを見つけて前向きにっていうのが大事かもしれんね、うん、そうだね。だからその前向きみたいな、うん、伝わる、もうニコニコのヒカルちゃんだったからそうだよ。え、なんかね、なんだっけ、あ、そこのシーンだったっけ、なんかヒカルちゃんがなんか思わず声出てさ、マシオちゃんがシッみたいな言ったなんかそこだったか忘れたけど、とりあえずあの二人可愛かったよねめっちゃ可愛かった、めっちゃ可愛かった。なんかテヨンさんも、え、なんかもうニコニコみたいなそう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 、いいわねみたいないや、あの二人いいわ。てかマシロちゃんもさ、なんか当てられた時にすごい流暢な韓国語でめちゃめちゃベラベラ喋るからさすごいよね。そうだね。あれ、あの時だっけ、そのブブグル姉さんを格上に選んだ時だったっけ。うーん、あ、そうだったかも。うん、そうだよね。で、多分ブブグル姉さんちょっと切な、なんか申し訳なそうだったじゃん、その自分たち格下に選んどるに格上に選んでくれたから。で、そこでマシオちゃんがすごいいいこと言ってて、なんかこれ他の姉さんたち、他のグループの姉さんたちがすごい話すの上手だよねみたいなこと言ってたよね。うん、すごいよね。でマシロちゃん相変わらず日本語話せんのかなって思っちゃうよねなんか分からんからさ、うちら的にはもうほとんど一緒に聞こえるんよね、韓国の人とマシロちゃんの感じが、うん、そうだよね。で、あとあのファイナルの新曲がさ、もう公開されるから、まあ、今ちょっとさ軽く短いところは聞けて、うん、あ、でも公開されるのかな、まあ、とりあえず公開されるんだよね、すぐ。うん、27日って言っとるもんね。そうそう、27日の12時ってやってて、うん、昼か夜か分からなくて今混乱してるんだけどそうね、そうだね。これのなんか再生ストリーミング的なやつとか、投票か、てか投票だよね、うん、なんかそれで結構さ、ファイナルの順位が2万点も6万点中2万点のさ、結構加算点大きいから、すごい大切になってくるよね。そうだね、確かに音源大事だよね。そうだね。てかもうさ、最終回なんだね、早いね。そう、なんかさ、勝手に12話ぐらいだと思っとったらさ、わかる、うん、10話なんだね。うん、そうな、やってもいいのにね確かにね、もう予告がない時点で、あ、そっかって察してたけどさ、いやー、早かったね、早かったね。うちらこれからさ、楽しみどうしたらいいんかね、楽しみ欲しいよね、なんか寂しいよね。そうなん、確かに。結構クイーンダム2で結構コメントいただいたりとかさ、その、うん、ね、なんか見ていただいてる方とかもさ増えたからさ、ちょっとどうしたらいいんかね。やっぱサバイバル好きだしさ、あと単純にね、うんうん、そうなん、もうなんだかんだ M ネに踏ん張りながら、M ネの番組最高だよね。そうなん、なんか結局さ、他のオーディション番組もすごい面白いけど、M ネのオーディション番組とかサバイバル番組とか最強だよね、正直。そう、だってもう想像以上なことしてくるもんねブブゴル姉さん脱落の煽りがさ、2、3週間くらい続いて結果1位だったからそんなことある？そんなのもうこの世界で M ネだけだよね、そんなのしてくるいやマジで、いやさすがだよね、うん、で、あとは曲の方ね、ちゃんと公開されたらまたそれぞれそれでね、動画撮ろうかなと思うので、まあ、その時はぜひ見てください。まあでもさ、クイーンダム2のファイナルが楽しみだよね。そうだね